は中華民国の作曲家。中華人民共和国の国家であり、中華民国国民革命軍第五軍、第200師団の軍歌でもある、義勇軍振興局の作曲者として知られている。1912年、中華民国雲南省昆明市生まれ、幼少の頃から楽器に親しみ、師範学校時代には共産主義活動に目覚める。卒業後は、 主に、上海市を拠点に、採掘の歌、鳩場労働者の歌など左翼経営が、演劇の楽曲を、数多く作曲した。学生運動に参加するようになると、時の雲南軍閥政権の目に留まり逮捕状が、出される身となったため、1930年、上海に出奔。小商店の見習い店員になるも倒産失業して路頭に迷っていたが、一転して、 赤月下部団のバイオリン奏者に採用された。ジョージと殿官、1933年上海で1933年中国共産党に入党する。周囲の左翼文化人たちが中国国民党当局に次々と拘束され、極死する中、名優の劇作家、詩人の殿官も逮捕。近日中に、ジョージ逮捕予定との情報を受けて、1935年4月に、 大日本帝国滞在中の兄を頼って来日する。気遊軍振興局は、抗日映画、風雲次女の主題歌として、殿官が獄中から密かに送った歌詞に合わせて、日本在留中に最終的に書き上げた。しかし、ジョージは1935年7月17日の午後、神奈川県高座郡藤沢町の湘南海岸にて、友人と遊泳中に行方不明になり、 翌日推しした遺体が見つかった。去年24歳。ジョージの遺骨は1937年に、ジョージの友人の留学生たちが出身地の中華民国昆明市に持ち帰り、西山美人法に埋葬された。日本の神奈川県藤沢市にある湘南海岸公園の東端には、ジョージ記念広場がある。ジョージ記念碑の保存活動には、藤沢市から補助金が交付されており、 常時記念碑保存会は公明党市議団、中日本国中華人民共和国大使館の講演を受け、記念行事を共催しており、記念行事には中日本国中華人民共和国大使館職員も参加している。記念広場の面積は年々拡張し、ひまえ祭りの規模は年々増大しており、7月17日にはひまえ祭りが毎年行われ、藤沢市消防音楽隊により、 気流軍更新曲が演奏されている写真集ありがとうございます。